中華文明元無限プロジェクトは夏小周年表プロジェクトの後継プロジェクトであり、また中国政府による大規模非戦化古代史研究の一環でもある。主な目的は中国文明のルーツを明らかにすることである。研究は2002年の中華人民共和国の第十次五カ年計画に組み入れられ、2004年夏に中華文明元無限工程として正式に始められ、 2018年に最終発表がなされた。伝説上の中国史では、炎を見皇帝の二帝が中国における文明の発端とされ、5000年の歴史の長さを誇るとされる。しかし、書物の上での炎を見や皇帝、春や卯についての記述には、神話的色彩が強く、本来の歴史そのものであるとは言い難い。 さらに、未だ存在が確定していない夏王朝を除くと、3500年分の歴史しか確定していない。しかし、1920年代からの中国考古学の発展、特に初期中国文明の研究により大量の資料が見つかり、1980年代からは様々な帽子が見つかったことから、学者らの間では夏王朝が存在したと確信されるようになったため、 参考語帝の伝説においても一部は当時の社会発展状況を示していたと考えられた。第95カ年計画の夏小周年表プロジェクトでは自然科学と人文科学の面における共同研究が中国政府の名のもとに行われ人文社会科学の研究における良い模範となった。そのため、元無限プロジェクトの目的は 夏小周年表プロジェクトよりも前の中国文明の起源を探すことであるとされ、2018年まで研究がなされた。プロジェクトが正式に始まる前の2002年から2003年にかけて先駆けにあたる研究がなされた。考古学者により、起源前3000年から起源前2000年の後定の時期について中原地区が研究された。 2004年から2005年のプロジェクト1期では、古帝の時代から、院の初期までの紀元前2500年から、紀元前1500年までの中原地区が研究された。2006年から2008年のプロジェクト2期には、範囲を広げて、紀元前3500年から、紀元前1500年について、高河流域から、長江中、下流域、西梁地区の研究がなされた。 さらに2009年から2012年のプロジェクト3期、2013年から2015年のプロジェクト4期の2期を経て、2018年5月、プロジェクト全体の成果が発表された。ルーツプロジェクトによる研究対象2018年5月28日午前、新華社通信は中華文明元無限工程の研究成果を報道した。期間中には所、 三世当時、先生石などの多くの遺跡において大規模な発掘が行われ、豊富な考古資料をもって中国5000年の文明史を明らかにしたと報じられた。元無限プロジェクトでは5800年ほど前の校が、長江の中、下流域や清涼地域などに文明が出現し、5300年ほど前に中国文明は中国大陸全土に広がり発展し、 3800年ほど前には中原地域に成熟した文明が形成され、周囲の文化に対する影響力を持ち、中国文明がその他の文化をリードするようになった。また、元無限プロジェクトは中国文明が一様でなく多元的なものであること、多様で並立可能な集まりであるという特徴を持つことを示した。外部からの影響について元無限プロジェクトは、 西アジアや中央アジアの小麦栽培技術や製銅機製錬技術が徐々に中国文明に溶け込み中国文明内部において改良されていったことに挙げられるように中国文明が独自に文明を発展させたのではなく外部からの影響を吸収しつつ改良したのであると指摘した元無限プロジェクトは中国文明は 黄河流域のみならず、長江流域や清涼に至るまでの大きな共同体となり、他の古代文明に匹敵するほどとなったとする。5800年前、黄河流域や長江流域、清涼地域の原始社会が加速度的に発展し始めた。以前は中国文明のルーツを3800年前までしか辿ることができなかったが、元無限プロジェクトはさらに2000年遡って、 文献中でのこの時期の天下万国という言い回しによると考え、元無限プロジェクトは時代区分における古国時代という区分を作ることで中国文明の発展における最初の大きな段階とした。この時代のルーツの研究における中国文明の多影日体化は歴史の流れのなすものであり、夏印中の三代が 中国という多民族国家を形成する原因となったと結論付けた。2020年10月、アメリカの大学に進学する全世界の学生が使用する SAT と AP の教科書が歴史上ほとんどの機関、朝鮮は中国の植民地だったと記述していることが JTBC ニュースルームの取材で明らかになった。アメリカの主要な教科書出版社であるベロンズ、 エデュケーショナルシリーズが刊行している。サット教科書は700年代の唐の領土に白木が含まれており、朝鮮は非保護国だったと記述している。同じくベロンズエデュケーショナルシリーズの AP の教科書は、明の領土が清川豪まで広がり、清の領土には朝鮮半島全体が含まれている。プリンストンレビューの教科書も朝鮮は唐の属国だったと記述しており、 日本と日朝修好条記を結んだ1876年に朝鮮は中国から独立したとして朝鮮は有史以来中国の属国でありそれがそのまま日本の植民地になったとしておりまた石大学校のジョボップジョンは中国は中華文明元無限プロジェクトを進行しながら中国の歴史の優越性を浮き彫りにして朝鮮を属国化していると批判しているありがとうございます